さて、ポムフィオレ寮長として言わなきゃならないことはもう全部言った。これから先はただのビルシェンハイトとして話をする。え？本当はね、あんたたちが嘆きの島へやってきたとイデアから聞いたとき嬉しくて仕方なかった。さっき顔を見たときからずっと我慢してたの。あなたたちを抱きしめてキスをしても。失礼ね。私だって嬉しければハグくらいするし、感謝のキスだってするわ。私の狩人、私の毒リンゴ、それからオンボロ寮の監督生、追いかけてきてくれてありがとう。あんたたちのことは私が必ず学園に連れて帰ってみせるわ。それは私たちのセリフさ、我らが女王陛下。わも今度だば、絶対負けねえはんで。